今回は前回からの続きです。立山の小山の頂上の手前からスタートです。山頂です。あ、こんにちは。よいしょよいしょ。はい、標高3003メートルの小山の山頂に到着です。もうね、すごい後ろ、もう景色最高にいいですよ。すごい後ろ立山連峰がね、こう見えていて、こっちの方はね、白馬の方ですね。すっごく景色がいいです。でこの後なんですけれども、ここ3003メートルなんですけど、立山の主峰とか、まあ、一番高いのは大南寺っていうね、ちょっと向こうの方にね、見えるかな、あの見えてるね、こっちですね。はい、大南寺が3015メートルで一番高いんです。でちょっとね、この縦走路があの危ないかもしれないので、はい、あの近藤さんと今からちょっと一緒にその入り口の方まで行って、ちょっとあの行けるかどうか判断をしていただくっていう感じになります。はい、ではちょっと縦走路の方に向かいます。チェックの結果、縦走路は歩けそうとのことだったので先に進むことにしました。ごめんなさい、カメラの設定を間違えたので早送りみたいな映像になってます。そしてこの先はかなり難易度が上がります。今シーズン滑落事故も起きているので、行く方は十分に注意をしていただいた方がいいかなと思います。こんな感じで下りは私が前で進みます。はい、この山頂方面から岩の道を、歩いてね、ここまで来ました。縦走路ね、来られそうだったのでこう歩いてきたんですけど、今日はこの縦走路を歩いているの私たち2人だけで、2人占めです。すごい、いや最高ですね。冬道ね、夏道は向こう回ってるけど、はい、ここは冬道で、
あ、岩の中行こうか。どちらもいいや。こっちがいい。ここでいい。セピじゃないんですもんね。セピじゃない。ね、大丈夫。あまり右に寄りすぎない。オッケーです。うん、いいぞ。いいぞ。思い切ってガシガシ行こう。はい。うん。ジャイアン歩き。はい。はい。本当だ。滑る。ここドカーンと行きたくないな。絶対行かせないから。よし、はい、つま先の向きな。オッケー。その下行ったら歩きやすくなる。はい。うん、オッケー。はい。ああ、いい歩きだ。オッケー、うん。ありがとうございます。まっすぐ行こう。はい。岩に向かっていこう。はい。うん、足はつま先、はい、片足は横、はい、これがラッセルですか？お初めて見ました。これ膝を入れてね。はい、足を。一回氷覗いてごらん。どの辺だろう。すぐそこ。あの、新しい足跡を作んな。はい、俺の足跡通りに行きな。はい、そう、わかる？わかります。見てごらん、中深さ見てごらん。すごい、めっちゃ奥まで。これは落ちたらダメだ。近くまで来るまで分かる。
歩いて戻ってきました。で、ここ帰りはですね、ここの岩のところをね登り返してまたちょっと山頂の方まで行って、ここ越えたいと思います。はい、ではここね登っていきます。オッケー。よし、それ外して。オッケー。うん。よっしゃー。やったー。よいしょ。はい、ということで、小山山頂に戻ってきました。これから一の越しを経由して、室堂山荘まで下山します。足上げて。はい。つまずかないように。いや、1時までに下れないかな。いいかな。でも下り半。そんなに焦んなくていい。はい、わかりました。じゃあ1時半から頑張ります。30分の違いしかない。の山荘まで降りてきました。で、ここまでで、岩場は終わりですね。ここから先は、まあ、行きも通ったんですけど、雪の道になります。で、朝来た時とは、まあ、気温とかも上がって雪の、状態も変わっているのでちょっと注意しながら帰りも気を抜かずに、はい、戻りたいと思います。奥に見えてます。これ
着、戻ってきました。はい、ということで、室堂山荘にね戻ってきました。この後は、荷物をねちょっとデポしてあるので、それをピックアップして、室堂のバスターミナルの方に戻ります。で、あの残雪期の立山に今回は挑戦したんですけれども、前々日にねすっごいたくさん積雪があって、本当にね厳冬期のこう山のような感じでした。で、一ノ越から上は結構岩が、むき出しになっているところとかもあって、アイゼンのね結構技術がね大変だなっていう風にね感じました。はい、でもね立山のね、最高峰大南寺山にも登れたのですっごく満足です。はい、そして今回一緒に登ってくださった近藤さん、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。小山からね先は今回はちゃんとロープをつけて行きましたけれども、一般の人はかなりビッケルアイゼンに熟練してないとトラバースとかとても危険なので、あと雪の状態とか天候とかよく見て臨んでもらいたいですね。そうですよね。小山まで結構登山とかスキーでね登る人はいましたけど、その先の、あの縦走路は、まあ、冬道を歩かなきゃいけないので、なかなかこう夏道じゃない道を歩くので、結構ルートを見つけるのも大変ですよね。ルートファインディングがね難しいです。はい、ということでご用命ください。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、この後はお昼ご飯をね室堂山荘で食べて、私は帰ります。はい、ではお昼ご飯です。お昼ご飯はうどんです。はい、動画を撮り忘れたので写真です。お揚げが4切れ乗っています。はい、これはちょっと細めのうどんです。このうどんはツルツルっとしていて本当にね美味しかったです。登山で冷えた体がね本当に温まります。ということで、とっても美味しいうどんでした。ごちそうさまでした。はい、室堂山荘でお昼ご飯を食べて、室堂のバスターミナルに向かっています。ここからは、立山ですね、富山の方に降ります。で、バスに乗って、はい、行きます。ということで立山の駅に到着しました。で、あのね本当に麓に降りてくるともう春という感じで、ダウンとかニット帽とか暑いくらいですね。で、
今回は2泊3日の、立山の参考でした。1日目はねすごい天気が厳しくて、もう何十センチ、60センチ以上かな、積雪したみたいですね。でも2日目3日目はねお天気がすごく良くて、雪の大谷だったり室堂の散策だったりもう楽しめましたし、3日目はねもう小山大南寺山を登ってね、本当に大満足の3日間でした。すごいね厳しい環境と、あのすごいいいね天気の時をね、こう両方とも体験できて、まあ、逆にね贅沢だったかなっていう感じもします。はい、ということでこの立山駅でこの立山三高はおしまいとさせていただきます。それではご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。ね、今日はワシが飛んでくるかもよ。渡るんかい。そこをノーザイルで渡るんかい。落ちても取れますかね。うん、そうだな。うん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。